です。ただいま出張中でございます。ご用の方は出張先にてお願いします。お願い。お願い。ハイパーモチベーション。Bye.
チベーションです。1,2,3,4,5。はい、みっちゃんこと西条美里です。みっちゃんって呼んでください。せーの、みーちゃん。ゴー。はい、あーたんこと葉月庵です。あーたんって呼んでください。せーの、あーたん。はい、広報部のももりんことしとももです。ももりんって呼んでください。せーの、ももりん。ありがとうございます。はい、人事部ののんちゃんことざわやのです。のんちゃんって呼んでください。せーの、のんちゃん。ありがとうございます。はい、総務部のれいれいことみつかれいなです。れいれいって呼んでください。せーの、れいれい。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めまして皆さん、本日がねハイモチの一番最後の定期になります。ラスト定期、お越しくださって皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ね、そしてね、今日はあのゲストで、はい、虹色サーカス団さん、そしてメルティーハートさんに来ていただきました、はい、本当にこの最後の、ね、ライブに出てくださって本当 本当にありがたい。虹色サーカス団さんもね、前にも来てくださったりとか、メルティーハートさんもね、あのスミレさんは特にお世話になっていて、でもそうじゃなくてもね、さっきもね MC で言ったかもしれないけど、ね、私もまさかのつながりとして、はい、本当になんかゆかりのある方たちに来ていただけて本当にありがたいです。ありがたいです。はい、でね、そう、今回このカレーシャツは皆様からの投票にリクエストで決まりまして、どうですか、見事にすごい写真ありがとう、ありがとう。ごめん、聞き方が悪かったね。そう、でも本当にこのカレーシャツ、ね、まさかね、カレーシャツが来るとは。そうだね、なんかね、私は浴衣が来ると思ってた。そう、私も思ってました。そうそうなんだ。そうなんだ、こともないんだね。ちょっとね、意外にね、グレースカートがねいたっていうのがびっくりした。確かに、びっくりした。来たかったけどね、ちょっとさすがに、ね、ちょっと誰か買っといてくれたらね、あんたくんなかったけどね、まあ、ちょっと今日は最後こんな感じでね、カレーシャツで2年と2ヶ月の幕を頑張ったね、締めたいなと思います。頑張った。いや、本当にありがとう、ありがとう。本当にね、最初は秋葉原の、ね、ピナスタ、ね、今は亡きピナスタさんというね、小さなスタジオから始まったんですよ。あれだよね、ステージがもうなんかチョンってやったら降りれるくらいで、そう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 、そこから持ち曲2曲の状態から始まりまして、やばいよね、2曲で定期公演やりました。そう、4人とかの日もあったけどね。そっからね、ここまで来れたね。はい、でもね、今日本当に最後の定期公演にここまでのたくさんの人が来てくれたんですね、嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。やっとみんなありがとう。まあ、ハイモチ自体もね、残り1ヶ月になりますが、まだ1ヶ月ありますね、うん、残り1ヶ月ありますので、皆さん残りの1ヶ月もね、一緒に楽しい思い出たくさん作っていけたらなって思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。では早速次の曲たちに行きましょうかね。そう、今日は撮影ずっと OK です、ね、そうね、はい、そう、出てきてちょっと顔やべえと思って決めてなきゃって。変なの乗せないでね。そう、ほんと変なのだけお願いします。で、次はちょっと お久しぶりのお久しぶりのお久しぶりをやります。あれか、あれかな。あれかな、あれかな。さあさあさあ、一列ということは来ましたね。では次、こちらの曲ともう一曲、二曲続けて聴いてください。朝の新宿助けてハニー。
に返せつく前に素敵だねあなたのスーツ姿なんてね夏が近づいてかっこよくなってくれある汗の輝きから恋する君の輝きからまた新しい季節がやってくるその世話しなく働いてるうち君と僕の大事な今さえ移ろい続けていくけれど素敵だねあなたの涼しい姿なんちゃって夏が近づく最近はまだ素敵な僕の色性ふけるなスケート部キスの唇からこぼれ落ちる愛してるこのまま夏を閉じ込めてもう少しだけ少しだけと言って頑張る君と人がある汗にけど汚く気持ちずっと離れて言ってるうちに季節は過ぎ去っていくルールだねブルーストライプシャツマイチちゃんひと夏が過ぎて君がどんどん遠く離れてく気がする抜ける夏抜ける季節の口見るからあの子
いか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 そう頑張れ。泣いても笑ってもあと2曲で定期公演終わります、はいね、まあ、その前にちょっと業務連絡あ、そうね、ありますので、ね、OK、そうですね、じゃあミッションお願いします。はい、次のライブが17日何曜日忘れちゃった17日にあるんですけど、秋葉原ツインボックスさんで、はい、コンペイトーさんのひななちゃんの生誕祭に出させていただきます。はい、この間レイレイの生誕にもね、そうですね、出てくれても、はい、めっちゃ出ましょう。でちょっとのんちゃんが舞台のお稽古というちょっと欠勤になりますが、はい、そんな心ごと遅い4人をね応援しに来てほしいです。はい、時間聞いてる？ちゃんと聞いてください。時間がね6時20分からでちょっと早いなんだけど、はい、来れるよという方はちょっと頑張ってきてほしいって思います。はい、そうお願いします、ね、でその次が19、20とありましてね、はい、はいはい、19日が幕張、日本モール幕張、みんなの大好きな幕張だ、イエーイ、イエーイ、無料ライブ、本当にありがたいね。そう、あのすごい有名なアイドルさんたくさん、はい、アイコンさん、あの素晴らしいライブで、それには、うん、私いるんですけど、そうだね、次の日曜日、そうですね、20日には私見ません。もう東京の2日前だからね。京都19だけだ、はあ、ライブ出れるの。そうだ、よろしく。のんちゃんのいないライブどうしよう。よろしく。で、まあちょっとごめん、22日から27日はね、池袋シアターグリーンのビッグツリーさんで、あの私の舞台、ファット、ザ・ファット、私の舞台だと。私の舞台じゃねえや。おめでとう、のんちゃん。ごめん、ありがとう。全然脇役なんですけど。あの舞台出させていただきますので、はい、そちらも予約いつでも受け付けてます。あの、はい、遊びにいつでも本当遊びに来てほしいので、初めての人でもまずまず行くよ、絶対行くよ、絶対行くぞ、よろしく、絶対行くよ、絶対行くよ、はい、あ、分かった、オッケーオッケー、はい、伝説するぞ、イエー、はい、ということでね、ちょっと何言ってたの、ほんとごめん、ほんとごめん、そうだね、なんかあり、あ、そうだ、ボーリング、あ、そうだ、ボーリング、さすが、レイレイ、いいね、ナイス、どうしたの、今日いいよ、言ってみて、言ってみて、あ、言ってみて、言ってみて、言ってみて、あとさっき決まったこと、ボーリングと、あと、お食、カプケンのね、やつね、あ、そうです、あの、ボーリングとお食事会が3日と10日にあります、6月の、イエーイ、3日と10日、日曜日、日曜日、どっちも、ちょっとまだ今日詳細は、ね、ホームページから出ると思うので、来れる人はね、もうカプケン商品で、あのお食事のカップケン80枚だったんですけど、50枚に、わー、皆さんで結構来れる方多いかもしれないかな、来てください、見られるかなって、一緒に食事しましょう、よろしくお願いします、はい、また詳細はホームページで、あの、はい、お知らせしますので、ぜひあのみんなチェックして土日開けといてください、お願いします、お願いします、はい、ありがとう、ではラスト2曲やって終わりたいと思います、行きましょう、イエーイ、ね、ちょっと脱いでいいかな、これ、裸足でやる、え、すごい痛いの、いいよいいよ、マジで痛い、のんちゃん足綺麗だからいいよ、じゃあ、いいよ、脱いでも脱いでいいよ、いいよいいよ、なんじゃ、みんな脱がなくて、匂いが充満してる、勝手に脱げ、跡がすごい、跡がすごいや、でも足あんま映さないで、ね、足跡取ってる、すごい痛い、あれトトロみたいだね、じゃあ最後全力で踊るために裸足になりました、みんなも全力で盛り上がってください、よし、それでは2曲続けて聴いてください、夢があるから、
あのね、たくさんお世話になったデセンミニさんにね、はい、ちょっと私たちからみんなとも一緒にちょっと、ね、お礼を言えたらいいなって思います。はい、本当にね、はい、本当にね、デセンミニさん、ぜひ公演でたくさんたくさんお世話になりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして会場の生誕もデセオミニでやらせていただくのでよろしくお願いします。最後幕を閉じましょう、みっちゃん生誕でね。はい、はい、はい、ということで一旦ちょっとここでね、はい、お礼をしていただきました。はい、はいはい、では次終演後にブッパンがありますので、はい、ちょっとやばい時間押しちゃったけど、サクサクと、はい、サクサクと行きましょう、ね、ブッパンも楽しみましょう、はいはい、たくさん撮りましょう、はい、以上私たち株式会社ハイパーモチベーションでした。今後ともごひいきに12345ありがとうございました。ありがとうね。バイバーイ。またでね。楽しかったね。